縫い始める前に必要なのが玉結びです。これをしていないと抜けてしまいます。玉結びは輪の中に先が2、3回入った、こんな結び方になっています。実際の糸は細いので指に巻きつけて玉結びを作ります。指の腹に先を挟んだらくるくるくるっとねじって先を中に何回か入れ込みます。そして中指で押さえて引っ張ると玉結びができます。これが結構難しいので違うやり方でやってみましょう。針のところに糸をつけて押さえたら、そこに何度か糸を巻きつけ針を抜きます。この時糸が抜けてしまわないようにしっかりと持ってください。これで玉結びの出来上がりです。大きな針と糸でやってみましょう。糸を通したらこの部分をしっかり持って抜けないようにして糸先を針に当てます。押さえておいてぐるぐると巻きつけたら根元まで寄せて、寄せた部分をしっかり押さえます。そして引き抜きます。引き抜くときに糸が抜けてしまわないように針の根元をしっかり持って玉結びの方は指でしっかり押さえて引っ張ります。これで出来上がりです。指に巻きつける方法よりは随分やりやすいと思いますので、苦手な方はこちらでやってみてください。